はいどうも、エイスケでーす。今日は何？今日はうんこ漏らす。よっとー。あげて。何ですか今日？今日は僕がゴールド免許になりますということで、なんと5年間無事故の私のドライブテクニックを皆さんに見せようかなと。まあ、じゃあ、運転してるけど、できる？免許取って、合計運転分数15分行くか行かないかくらいですね。分数ドライブをしていこうという企画ですね。で、素晴らしいとこに行きます。どこですか？山奥です。山奥？あ、トランクだけは見らんでね。え？山奥にただついてくればいいから。おう、実家なくなるってこと？母ちゃん？あんのいいガキは嫌いだよ。早速行きますか。はい。おアクセルやったこれ。危ない。そんな不安ではないでしょう。覚悟はもう。飛行機の墜落事件とどっちが怖い？こっちの方が怖い。いやだから事故していいように山田の車で来てんじゃん。なんやねんそれ。左にしか行けんよ。え普通に右行こうとしてた。右行こうとしてた。ああ死ぬところやった。老害や。誰が老害じゃん。人生初 U ターンってのばしてみてよかですか。できるかな。怖がけんやっぱやめよう。小学生今流行っとるんや。あれミカちゃんやなか山田さん。ミカちゃんとモモちゃんやったね。マジ一緒とこでも。山田さんと昔ね小学生歩いてるところをね。ってガミするんすよ。そしたら110番でした。そうそう。あー車が優先やぞ。こいつやり直したがいいや。俺免許本面落ちたんですよね。車高の担当の先生に僕の担当で落ちたの君が初めてだよって言われた。あじゃあその担当の初めてもらったやん。この車いくらだったんですかちなみに。まあ親から聞いた話なんですけど60万って言ってましたね。60万お前ベルやん。ベルマジぼったくりやったわこの車。いや今はコツコツと車代を返してるってことですか。親にですか。はい。いや返してないですよ。え車検代とか保険とかを払ってまーす。全部パパママお願い。弟さんも車買ってましたよね最近。そうですね。弟の方が普通にいい車ですね。その影響で俺もいい車に乗りたいなと思い、親が SUV 乗ってるのでちょっとそれと交換してくれんかなーって匂わせで言いましたね。その結果なんもならんかったね。なんでお前の父ちゃんそんなに見え張っとる。山崎の分際で SUV 乗るザホケでは SUV とかないんですか。兄ちゃんは SUV を乗ってます。じいちゃん。兄ちゃんその SUV は自分で買ったんですか。いやいや違いますよ。ばあちゃんが一括で買いました。SUV 乗ってるやつバケモンしかおらんやん。あいつ正真正銘のゴミですね。兄貴 SUV 弟ばあちゃんが乗ってたパスを。古賀優さんも SUV 乗ってましたよね。そうですね。親に100万くらいもらって買ってましたよね。立証されたね。何が SUV 乗ってるやつ全員ゴミ説。初めての車線変更。初めての車線変更。あ車線変更したのにマック見すぎちゃった。あなた止まるっていう選択肢ないの。最近小説読んだな。何の小説ですか。プロゲーマーの流儀梅原大吾さんの。おなんて書いてあったんですか。すごいいいこと書いてたんですよね。すごいいいこと。包茎は子供のうちに直しとけ。最悪な小説や。太田さん小説とか書かないんですか。昔書いてましたよ。ネット掲示板で稲妻イレブンの BL 書いてました。いや BL いいですよね。そのさ山田と小池の BL 本はいいですよ。誰か書いてくれんかな。山恋恋山でもいいです。小池が悪いことしてないもんって言いながら焦点しますね。え上手い人が書いたら爆笑するだろうね。マジで過去一運転してるんじゃない。いやまだ10分しか経ってませんけどね。駐車できますか太田さん。これバックカメラついてる。いやついてないですよ。おるよええこうなんか出てきたこっち。いらんわこんな。駐車できたのかなちゃんと。そうですね見ましょうかね。うわ俺天才やな。どうやって受かったんですか。コンビニ出たところ左運転の車になってましたね。10分くらい運転して2回くらい人殺しかけたんで佐藤さんにあとは任せました。佐賀の景色とか見て楽しいかねみんな。佐賀来ましたよみたいなリプライ来たことないですからね。今見てる映像結構田舎やなと思ってる方いるかもしれませんけど結構都会な方ですよ。そうですよ。運転歴5年ですからね僕は。5年佐藤さんゴールド勉強なるんですか。じゃあゴールド勉強ちゃうよ。1回スピード違反しました。太田さんが隣で寝てた時、坂道でね、速度が出るじゃないですか。60キロちょこーっとね、越しただけで、うーって後ろか。なんで僕が隣にいる時だけ、運よく警察が来るのかは教えませんけど。お前も差しがね、左に割れてますけど、山田さん追突事故起こしてますけど。そうやろ。ちょっと脇に運転。脇に運転。脇に運転ってないね。小林さんも追突事故起こしてますからね。ってことは、山田ハウスメンバー俺以外犯罪者ってことか。やったー。運転10分小僧が。佐賀県といえば温泉ということで、サウナの2019年全国1位だったという温泉。そんな佐賀にあったんですか。そう、あったらしい。サウナだけ。サウナだけ。それ以外はゴミかもしらんけど。まじ、大高がサウナ行くんやったらさっき言っとってよ。家にノート忘れたやん。コムドットヤマトやん。サウナ行ってるやつコムドットヤマト信者やん。ヤマト様、僕も早く聖域に行かせてください。やべえ、車で帰ったら福岡来る。あ、死んだわ。あ、じゃあ帰り運転するね。やめとけ。今ね、3日間ぐらい入ってないですからね。テロやん。ステロやろ。かけ湯はもちろん。うちもけ。僕たち日帰りなんで、宿泊者は上の駐車場使えるらしいんですよ。僕たち山の下に止めて、この坂登ってます。差別やろ、これ。サンクは任せて。辞退します。くさ、こいつ口。ここが入り口なんですけど、入り口が温泉とは思えないような、4方面全部鏡でできてて、山田ハウスの撮影スタイルを殺そうとしてますね。顔面映っちゃう。
行った、頭打った。ラウアンの奥みたいやね。よう、ここ見るぞ。佐賀の妹女子たちが、うわへぇー。ストーリーに上げてるところや。ストーリーで踊ってこうかな。インスタ映え男。なんか、聖書をアートにしとるちゃうか。どれが実践するかな。受精した。アイシールドセナの特訓場ですと。サウナシェリン。2019、2020、2021。2022はまだ撮ってないのか。カスやなこれしかエントリーしてない可能性もありますからね。あるしていくら強いですよ。よっしゃ、行きましょう。はい、ということでね、中はさすがにカメラ持っていけなかったんで、画像での紹介になるんですけど、こちらがね、サウナですね。やっぱ日本一だけあって、ビジュアルがいいですね。こちらがラウンジでね、ここもサウナとなってるんですけど、おじさんが10人くらい集まって、怪しい密会をしてました。てか、1日10人限定って書いてあったんですけど、余裕で20人、30人いましたね。こちらが内湯で、こちらが外湯です。写真にはなかったんですけど、薬風呂っていう薬漬けの風呂があって、脇が治すためにサホはずっとそこに入ってました。こちら低温サウナなのかな？すごいぬるかったです。ぬるいサウナって何やねんって思うかもしれませんけど。いやーやっぱサウナシェリン2019、2020、2021はすごかったですね。2022も間違いなく撮るでしょう。バイバーイ。いやーやっぱり日本一の温泉でしたね。どこがじゃ？どこがじゃ？海外気持ちよかけんですねーってか、湘南の風の真似するジジイはおるし。テレビないし、時計もないから。僕は結構良かったですけどね。薬湯に何時間もいたんで。これもいいんですけど。俺、メガネ外しとったからさ、サフはどこ行ったって言った時、山中薬風呂入ってるやろって言ってて、薬風呂に一人入ってたんで、おい、お前薬漬けかーって聞いたら、全然知らん人やったっす。上ではね、乱行パーティーって言ったし。何言ってるか分かんないと思うけど、したら分かる。本当に最悪やった。日本一と思えませんよ。やっぱあれ参加者1名のグランプリやったな。サウナナンバーワンとか言ってたじゃないですか。温泉のくくりでナンバーワン取ればよくないと思ったんですよ。なんかおかしいなと思ったら、内湯と外湯の2つしかなかったです。いやマジよ。でサウナ3つ。なんでサウナの方が多いんじゃん。よかった、ドライブ動画って保険かけといて。温泉動画だったら終わってたわ。いやどうや、帰りの運転は。今君がしてることは5歳児レベルのことですよ。まあドライブ動画も楽しいですね。楽しくない。ということで今から家に帰ってなんかします。僕の運転能力はこの動画で全て分かったでしょう。はい、ということでサウナから帰ってきて晩ご飯を食べるんですけど、見てください。これビールとレモンサワー以外カタンと。深夜なんで声は小さめで行かさせていただきます。それではマジックマッシュルーム摂取中。うわー、いただきます。あーうま。これが犯罪じゃなかったら日本国憲法の意味ねえだろう。なんか出た。あ、やばいやばい、あれが出ます。てか俺打ちかめとか基本してないから顔キモすぎ、笑った。高級料理よりもコンビニ飯ですよね。何を食うかより誰と食うかやね。うん、僕一人やけど。はい、ということでね、まあこの動画は旅館の案件の動画では全くないんですけど、日本一のサウナ行ってみたいという方はね、調べて行ってみてください。過去一素晴らしいとこでした、本当に。次もね、ドライブどっか行ってほしいとかあったらコメント欄に書いてください。次こそは僕が運転して目的地まで着くように頑張ります。